はい、今回の動画はアブスの、ディスクロック8008と、7000番、こちらのディスクロックの、まあ、比較とか使ってみた感想を、紹介していきたいと思います。まず大きさなんですけど、そこまで違いはないですね。7000番の方が若干ここが長いですね。で、重量なんですけど、重量はもう間違いなくこっちの方が重たいです。まあ、正確な重量とか、サイズの方は商品の販売ページの方で見ていただければと思います。動画の概要欄に、リンクは貼っておきます。で、その他、まあ、外観に関しては、まあ、見た目的にはこっちの方が個人的には好きですね。すごい頑丈そうで、なかなか壊しづらそうな形状になってます。まあ、高級感はこっちの方があります。まあ、外観の違いはそんなところです。じゃあ次に、実際にこのディスクローターにこれを装着して見る時の、まあ、どんな感じなのか見ていただければと思います。まずはですね、まあ、鍵こう開くとき、カチャッと開くときは右回しですね。で、まあ、もちろん最初ここ開けますよね。開けて、で、この先端が意外と細いので、まあ、つけられる場所っていうのはいろいろいけます。まあ、例えばここの細い部分にも入れられるし、次の上の部分、なんていうんですかね、ここにも入れられるし、ここにもはめ込むことができます。あと、ここ穴もいけるかな。あ、ここの穴はちょっと無理ですね。 CB スーパーフォアの400スーパーフォアの場合で、なるべくディスクロックをした時にこれが動かないようなところに置いた方が誤動作が少なくていいと思います。で、はめ込みます。今、ディスクロックが、まあ、されている状態ですね。で、この状態だとアラームの方は鳴らないです。まあ、このようになっても鳴らないです。で、アラームのセットなんですけど、ここ、まあ、お腹の部分に、まあ、ボタンっていうか、盛り上がってるところがあるんで、それを押せば、アラームがかかります。で、先に鍵は抜いておいた方がいいです。鍵を抜いて、これで、で、3秒経つとピーってなるんで、これでアラームが入った状態になります。で、アラームがセットされると、ここが赤色の点滅に変わります。これでロックが完了です。で、じゃあちょっと鳴らしてみます。はい、まあ、こんな感じの揺れで、で、解除する場合は、まあ、右回してここを開けてやれば解除します。で、多分ですけど、15秒間ぐらい鳴り続けさせると、振動が15秒間ぐらい、確かスペックだと鳴り続けさせると自動で止まるようになってると思います。じゃあちょっと、まあ、ここは人がいないとこなんで鳴らしてみます。鳴らして何秒間鳴るかやってみます。まずディスクロックして鍵を抜きます。まだなんだ、アラームはセットされてない状態です。じゃあアラームセットします。押すことによって、ここに腹の部分にボタンがあるので、はい、これで、アラーム完了です。じゃあさっきは揺すってみたんですけど、今回はじゃあ次にこの傾きでこれ反応するアラームでもあるので、ちょっとバイクを傾かせてみて鳴らしてみたいと思います。お、鳴った。よし、ちょっと傾かせて鳴りますね。じゃあいきます。開始、何秒間止まるか。うるさい、ごめんなさい皆さん、うるさい、超うるさい。あ、そうですね、15秒。
約15秒で自然と止まるようになります。だから実際に実際にというか、使ってて間違って鳴ってしまったと、家に止めといて、風とかなんかぶつかって、風では鳴りにくいっていう風にされてるみたいです。風では鳴りづらい、ディスクロックって言われてるようです。ネットで調べた限りでは。小峰のやつだと安いんですけど、風とかすぐ鳴ってしまうっていうなんかレビューとか結構ありましたね。ということで15秒間鳴れば、そうですね、またスタンバイ状態になります。じゃあちょっと外します。よし、はい、外すときは勢いよく外さないとまた鳴っちゃうんで、はい、っていう感じです。じゃあ次にこっちのディスクロック、これをつけてみたいと思います。でこれが結構厄介者というか、 CB フォア、 CB のスーパーフォア、CB の400スーパーフォアでこれを使うのはあまりおすすめできないです。というのも、ここのですね、これで言うと、ここの部分がこっちはかなり太い芯になっていて、ここには入らないです。スーパーフォアのここには入らない。でここだったらギリギリ入るんですけど、こっちに当たっちゃうので入れる時が難しいというか、たまに手こずっちゃう場合があります。で手こずっちゃうと何がダメかっていうと、手こずってる間にこれが鳴り出しちゃうんですよね。だから近所迷惑になるっていう、近所迷惑になるっていうか、ミスると結構なボリュームでいろんな人に迷惑かけちゃいます。でこれの場合、それとこっちのディスクロックの場合は入れてからカチャッとやって、ここの部分押さない限りはアラームがセットされないんですけど、このディスクロックの場合、ここに三角の部分、出っ張ってる部分があると思うんですけど、このスライドさせた時に自動でこの出っ張ってる部分がへっこんで、アラームがもうセットされちゃいます。なのでもうほんと一瞬にして入れないといけない。3秒間猶予が確かあったと思います。それとですね、このロックの場合はこうキーシリンダー、キーの部分をここで隠せるようになってます。だから本当に防犯、レベルを高めたいんだったら、ここも閉めた方がいいんですけど、ここもこう閉めた状態だとさらに時間がロスがあるので、そこら辺は微妙なところです。じゃあ実際にやってみます。でこれはもうここでまだあれがへっこんでない状態ですね。だからここからもう急いでやんないといけない。押し込んで回す、この作業を急いでやる。いきます。よし、これで OK で、もう自動でセットです。だからこれが遅れてしまうと、こうガチャガチャガチャとかやっちゃうと、鳴っちゃいます。で取り付けてからでもいいんですけど、ここ閉めることもできます。ただこの閉める時に雑にやっちゃうと鳴っちゃう場合があるので気をつけた方がいいですね。で開ける時もこうゆっくり開けて、で実際に撮ってみます。この撮る時に結構自分誤動作というかミスって鳴らしちゃってましたね。ゆっくり入れて回して、そう、こんな感じで、これ多分あれやった時の傷ですね、失敗した時の。こういう風になっちゃうんですよ。なかなかシビアな、鳴らさないでできることもあるんですけど、このぐらいになっちゃう時が結構多いですねっていう感じです。なのでとりあえず CB スーパーフォアには向かないですね。他のバイクのやつだったら、ここら辺が余裕があるやつだったらうまく鳴らないで、こうゆっくり抜けば鳴らさないで
虫が飛んでるんですよ、ここに。鳴らさないでロック外せるかもしれないです。じゃあこいつも実際に鳴らしてみて、何秒で止まるかやってみたいと思います。じゃあ実際に鳴らしてみたいと思います。ただこのディスクロック、こっちのディスクロックの場合がっつりこうはまるんで、まあこっちより誤動作っていうか風とか物による誤動作は少なそうな気もします。あ、これで動いちゃった。でちょっと測ります。多分これも15秒で止まると思います。怖いっすね、うるさい。で音量はどっちのディスクロックも確か110デシベル、15秒ですね。15秒できっちり止まります。110デシベルだったかなっていう感じです。でこれも傾きセンターもあるんで、多分おそらく同じようにやれば鳴ると思います。傾かせればで結構敏感ですね。ちょっとトントントン叩いただけになっちゃったんで、まあ敏感は敏感ですけど、まあ家とかでなんかちょっとしたことになっちゃったら嫌ですよね。自分の場合ガレージ、家の近くじゃないガレージに止めてるんで、まああんまり誤動作はないと思うんですけど。じゃあ外します。ほら ここで失敗するんですよ。そう、ここでね結構キツキツなんで失敗します。はい、といった感じですね。まあ音の大きさとか、まあ質感とか、あとアラームの、まあ、セットの違いとかはの比較はそんな感じです。まあ基本的には一緒なんですよね。ここの腹の部分が押されてセットされると。ただこっちの場合はセットしないで置くこともできるけど、もうこっちの場合は自動でセットされちゃうという、入れた瞬間押されちゃうのでといった感じです。でこれの場合は CB400 スーパーフォアは向かないと。で自分の場合はこれなんで買ったかっていうと、これチェーンロック一緒に、セットでここにアブスのチェーンのは、まあ、12ケースってやつかな、12ケース12かもしれないです。まあそれも動画の概要欄にリンク貼っておきます。ここにはめられて、まあ、ディスクロックプラスチェーンをこうつけることができるモデルだったんです。でよくサイズとか考えないで買っちゃったので、でいざこうつけてみてチェーンをこれやろうとしたら、ここの幅っていうか長さが足りなくてそれができなかったという感じです。だからチェーン付きでこれを使いたいって人はかなり、まあ、強力なセキュリティになるんじゃないかなと思います。例えばまあそのチェーン地球ロックもできるんで、まあ、地球ロックしてチェーンをつなげるってやれば、まあ、地球ロックのチェーンを切ろうとしたりしても振動でこいつが鳴っちゃったりすれば、まあ、盗む人もちょっとあれですよね、ビビりますよね。チェーンロック切るのでこれ鳴っちゃったら、まあ、それとチェーンアースロックしちゃえば、まあ、タイヤを浮かせて台車に乗せて持ってきたとしてもこれが鳴るからまあいいなっていう風に、まあちょっと自分窃盗団じゃないんでプロの手口がわからないんで、プロになるとまあこれでも余裕で外せちゃうのかもしれないですけど、まあそんな意味もあってこれも購入しました。ただそういうことをやらないって人はもう絶対こっちの方が使いやすいと思います。でちなみにですね、後輪スーパーフォアの場合、これこっちのディスクロックだったら後輪にもできます。このようにちっちゃい穴でもこの部分が入るんで、ちっちゃい穴でもこの部分です、ね、この部分が入るんで、まあ、後輪のディスクロックにも使えるし、もうこれだともう全然ダメ、後輪ディスクロックなんか全然入らないですね。ディスクローターかは入らないですといった感じですね。
それと携帯性に関しても、あの袋、両方袋がついてくるんですけど、これ重たいんで、あのどっか持っていく際、もうほんと虫が飛んでてうざいな、そう、どっか持っていく際にもこれだと重たいし、まあこっちの方が価格も安いし、まあいいと思います。まあ他の YouTube で紹介している人もこれあんまりおすすめできないって言ってたんですけど、そうですね、あんまりおすすめできないですね。うん、まあ地球ロックと一緒にこのチェーン買って、まあ、おすすめできるって言ったら、まあやりたい人、うん、あとまあディスクローターのサイズよく見て、まあ買うと、そんな感じですかね。まああとこれ壊すのはかなりきついと思いますよ。なんかこっちの方がプラスチックとかだから簡単に壊れそうだけど、これステンレスかね、わかんない、ステンレスじゃねえか。まあとにかくこれ壊す人はなかなか素人には無理っすね、といった感じです。はい、じゃあ今回の動画は、まあ、アブスの、808008と7000番のディスクロックの比較の紹介動画でした。